じゃあまずビフォアの状態から。ビフォア、はい、ビフォアは、はい、こう顎よりちょっと上ぐらいの段の入ったボブが伸びたような感じでしたね、はい、そこからどういうふうにカットしていくか。そこはで耳下ぐらいの長さからちょっとこうサイドは前下がりに、はい、こうサイドグラデーションで、カットをしてきましたね。だからこうちょっとショートボブみたいな感じで、表面もあんまりレイヤー入れない感じで、はい、今回そのちょっと前下がりのサイドグラデーションしたらどういう、まあ、なんとなくそのモデルさんの雰囲気だったりとか甘くなりすぎないイメージで、なんかちょっとでもラインはあんまり強く出しすぎないようにして、でちょっとこう少しカジュアルな感じプラスちょっと若干こう動きもつくような感じで、はい、後ろとかあとトップのレイヤーとか、うん、顔周りについてます。あ、後ろは、はい、基本的にはもうそのサイドからのこう延長線上で、まあ、ほぼ平行にカットしたような感じですね。だから、まあ、横から見ると本当にこうショートボブみたいな感じですね。でトップはもう本当にこう角を取るぐらいのレイヤーで、そういうサイドグラデーションのちょっとこういう丸みのあるフォルムが出るようにはしました、ね、前髪は、前髪はね、そうですね、前髪も切りました。目の上ギリギリぐらいの感じでちょっとカットして、質感、まあ、基本的に量感は割とこう耳後ろだったりとかそういう量が出るところは量を割と削って、ただまあ毛先の方も少しラインがあまり強く出すぎないように。スタイリングは基本的にはちょっとソフトワックスを全体になじまして、あとオイルを少し毛先の方につけて、ちょっとこう毛先の束感だったりとかそういうのを少し強調させた感じですね。特にアイロンで巻かずに仕上げて、そうですね、まあ、捨てたいので軽くちょっとこう内巻きにしたぐらいの感じですかね。今回のスタイルのこう狙ったイメージとか女性像っていうのはどうですか。こうあんまりこうシャープとかっていうよりかは少しこう甘くなるような感じっていうか、うん、ただあんまり甘すぎずっていう感じで、少しこういう前下がりな感じとかでバランスを取った感じですかね。だからまあちょっとカジュアルで少しこう、うん、ちょっとこう可愛い感じにはしましたね、はい、おすすめのこう年齢層だったり、あでもまあ割とあの辺のスタイルであれば比較的こう幅広くいけると思いますね、うん、カラーは事前に、そうですね、仕込みます、はい、あれはちょっとハイトーンで割とまあ13レベルぐらいで、ちょっとベージュ系、アッシュベージュみたいな感じで、はい、割とこう少しね、なんだろう、こうちょっとタイトな感じとかでも多かったんで、まあ、そろそろ少しそういう空気感だったりとか束感だったりとか、ちょっとこうふわっとした感じもいいかなというふうに思います。パーマとかもいいかもしれないですね、うん、パーマも池田さんも、池田さんもこれからパーマが、うん、パーマはいいと思いますね。それはお客さんでもそういう流れに、そうですね、ちょっとこうウェーブっぽい感じだったりとか、なんかそういうパーマの質感っていうのは、そのデジタルパーマとかそういうんじゃなくて、割とこうちょっと本当にこうコールドのパーマがいいかなと思いますね。わかります、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。